はい、皆さんこんにちは。11月27日、ね、日曜日、東京からのお話です。多少短めにはなりますが、シム良心というテーマで今日は話したいと思います。シム良心というのは仏教で、仏の心と言われています。4つの無量の心と書いて、このように書くんです。4つの無量の心で、無量っていうのは、まあ、計り知れないとか広大無辺っていう意味があって、非常に大きい広いという意味なんです。で、もともと仏教的な幸福感は落ち着いた大きな心、これを培うことが真の幸福であるというもので、で、それをまさに体現したブッダの心の状態をシム良心と言っています。で、仏教思想上最も重要な思想の一つということもできるので、今日はこれを中心にお話したいと思います。まずシム良心というのですから、4つの無量の心で4つの中身があるということになります。で、それは慈悲喜捨と簡約されます。で、元のサンスクリット語ないしパーリ語はですね、慈がマイトリーね、悲がカルナ、喜がムディタ、そして捨がウペクシャと言います。で、それぞれどういう意味なのかっていうと、ジ・マイトリーが他の幸福を望む、そして他に楽を与えるという意味なんです。今までシム良心というのを仏教をこれが好きで学んだことがある方も、シム良心というのはいろいろ解釈があって、その理解は結構深いんですね。で、こうして心に行って他の幸福を望むっていうだけではなくて、実際に他に楽を与えるところまでシム良心と言います。で、これは一体何がポイントかというと、言い方を変えると、むさぼり、自分で幸福を独占したいという心の働き、これを断つということになります。人は皆自分だけが幸福になればいいと考えて、自分のもの、これを際限なく集める、そういったむさぼり、過剰な欲、これがあります。そして最後には自分が全て独り占めしたいという独占欲ですね、これがあるわけです。そのむさぼり、これを乗り越えるための教えでもある、これが自マイトリーですね。他の幸福を望む、他に楽を与える、多分に幸福を他と分かち合うという意味合い、これがあるんだろうと私は思っています。さて、次の悲、これはカルナですね。これ悲しむって書きますが、これは他の苦を悲しむというわけです。悲しむっていうと普通自分が悲しいっていうことをよくイメージしますが、この悲、ブッダの悲というのは他の幸福、他の苦しみを自分の苦しみのように悲しむ、他の苦に対する、まあ、思いやりなどというところだということになります。そして単に悲しむだけではなく、他の苦しみを取り除く、他の苦しみを取り除くっていう、そういった意味で、これを言い換えるとどういうことかっていうと、他に対する冷淡さ、冷たい心、これを乗り越えるということです。で、このむさぼりと冷淡さっていうのはセットで、例えば、まあ、奪い合い、競争ということを考えると、自分がその他と奪い合って、他よりもたくさん何かを得ようとする、そして最後には独占しようとするということは、単に自分がこれも欲しいあれも欲しいと思ってるっていうだけじゃなくて、それと同時に自分が奪い勝つ相手である他、これに対して冷淡であると、むさぼりと冷淡さ、これはセットだってね。ちょっと横道にそれてしまいますが、仏教の視点から言うと、勝ち組負け組っていう今の現代の流行りの言葉は、こういうふうにも解釈できます。勝ち組の人っていうのは能力、これはあるが、他に勝つ、他から奪い勝つ、しかし他に対する優しさ、これはないと。勝つ能力の裏に冷淡さ、優しさの欠如という欠点がある、長所と短所、これ裏表ってことですね。一方、負け組の人、これは卑屈、自己嫌悪に陥りやすいですが、教えを学んでそれを逆活用すれば、他の苦しみを理解することが自分の実体験からできるという意味では、苦しみ、
敗北、挫折、そういった経験をした人の方がうまくいけば単に優しくなれる、ここでいうカルマ、火の心、これを培うこともできる。こういった意味で欠点の裏には長所があるという考え方があるね。このシム量子の教え、これ学んでいくと、そのように世の中がもっと柔軟に見えるんです。勝ち組、負け組というのは裏を返せば冷たい人、それから思いやりのある人っていう裏もあるんじゃないかってことですね。仏教の価値観はですね、長所の裏に短所、短所の裏に長所、そういう視点があって、優劣善悪さえもその視点によって変わるんだっていう考え方があります。ちょっと脱線しました。ではまたシム量子の説明に戻ります。3つ目が気、ムディタで、この気っていうのもこのことを書くと自分が喜ぶことをすぐ連想しますが、そうではなくて他の幸福を喜び、それを増やそうとする心の働き、これがムディタなんですね。で、気と地、あんまり区別つかないんじゃないかって言われる方は賢明な方で、確かに明確に区別されてるわけじゃないんですが、この気というとですね、それを言い換えると妬みを超える、妬みを超えるってところに非常に重要なポイントがあるんですよね。だからこれは修行者にとっては落とし穴になる部分、これを防ぐことがあって、で修行していろいろ自分の心を高めていった時にですね、同じく切磋琢磨している他の修行者、その善行ですね、修行して良いことをしているその善行、これを妬む場合があるんですね。まあ競争社会ですから、その社会の習慣があって、修行の道を志して大きな落ち着いた心を培おうとしても、その修行の進路が自分の抱擁といいますが、まあ要するに同じ修行の同士と自分を比べて、彼の方が進んでるっていうと、その人の善行、修行、これに妬みが生じたりするんですね。だからこの他の幸福を喜びの幸福はですね、この中にですね、他の善行、良い行為、そしてそれによる幸福、これを喜ぼうっていうのがエッセンスとしてあります。よってこの気の心の働きっていうのはかなり難しいものなんだっていう考え方がある。実はこの慈悲喜捨、これに順位があるのか、一番簡単なもの、一番難しいものどれなのかっていうふうに言われると、一つの答えは、いや全部並列循環で順位はないとも言えますが、もう一つは素直にこの順番に難しくなるっていう考え方もあるんです。他に幸福を与えようと、自分は修行がだいぶ進んできたというのは結構簡単だと、そして他を憐れんで、まあ、救ってやろう、これ上目目線で、ありますが、その次に簡単だと。しかしそういう自分にプライドが出てきちゃった人が他の優れた人、これをそのまま喜び妬まないというのは結構難しいのだっていう考え方なんですよね。だから最初の方はプライドがあってもできるけど、だんだんプライドあったができない状態、これになっていって、で最後は究極だってこと。その最後、シャ、ウペクシャですね、これは平静な心って言うんです。シム量心というと、そう、ブッダの慈悲のことで大きく温かい心だっていうふうに考えられるかもしれませんが、それとですね、愛情が深いっていう人をですね、単純に混同してはならない。いつも自分は他人のことを考えてるんだというような雰囲気が満ちてる人、言葉においては満ちてる人がいます。そのなんていうか情に深いとか、それとですね、ブッダのシム量心、これはちょっと違いがある。それは落ち着きがあるかないかと。ブッダのシム量心ってのは落ち着いた大きな心なんで、この4つ目のウペクシャ、平静な心っていうものを併せ持った愛ってことです。落ち着いた大きな心ということです。ですから愛はあるが、なんて言えばいいのか、ちょっと誤解されるかもしれない、悪い意味での感情的っていうのがあるじゃないですか。好き嫌いが激しくって、であなたのこと好きですって言うんだけども、その反動で虎にこの人嫌いっていうふうになっちゃうな、そういった感情を超えた温かさ、これがあるということですね。落ち着いた大きな心、それは温かいが感情的ではないといったものですね。でこれがウペクシャですね。で平静な心です。仏教、これをよく学んでる人は
このウペクチャ、シャが平静な心と言われると時々戸惑うんです。それって平等心のことなんじゃないですか。平静な心っていうのは初めて聞きました。それはですね、あまり言語の言葉を知らない人の反応で、実はそのウペクシャ、確かに平等心という意味もありますが、原因は平静な心っていう意味です。で、平等心と平静な心ってどういうふうに関係しているのかというと、つまりこの平静な心っていうのは好き嫌い、分け隔て、差別があまりないんですね。それで結果として心が平静になっているということです。そういった意味でこの平静な心を平等心と解釈する場合があります。あともう一つですね、この平静な心をウペクシャを平等心というだけじゃなくて、無関心ないしは無頓着というのに解釈する場合があります。というか、この言語の言葉ウペクシャに平静な心に加えて無関心無頓着っていうのが含まれてるんですよね。で、これ無関心っていうとちょっとおかしいじゃないかと、他に対して冷淡になることを、これを避けて他の苦しみを悲しむっていうことを説いてるのに、同じブッダの修行心の中でその無頓着っていうのがあるとすると、それはどちらが正しいんだと、冷淡と無関心というのは非常に近いじゃないかってことになるんですが、そこで誤解しちゃいけないのは、この無関心というのは他が自分に与える苦しみ悪行、これに対して動じないっていう意味での無関心無頓着だってことですね。だから仏教ではですね、無知に基づく無関心と、それからこの平静な心ウペクシャにおける無関心というのは大きな違いがあるというふうに言われています。これが大体ですね、シム良心という教えの特徴で、最後にウペクシャに関して一つ加えると、よって他が自分に与える苦しみ悪行に対して無関心だということは、言葉を変えると怒り、これを超えましょうということです。こうして貪りを超えて他に幸福を与えてまいと、冷淡さを超えて他の苦しみを悲しんでそれを取り除いてカルマ、妬みを超えて他の幸福を喜んでムディタ、そして怒りを超えて平静な心、これを培ってウペクシャということになります。一言で言うと落ち着いた大きな心なんですが、それは貪り、冷淡、妬み、怒りといったような心の働き、これを弱めるということがあります。で、このシム良心の教え、この前にある仏教の考え方の土台っていうのは、人は落ち着いた大きな心によって真に幸福になるんだと、そして生き方としては、すなわち健やかに生きるに必要以上を求めないという樽を知る知足の教えっていうのがあるんですね。これ必要以上を求めるとどうなるかというと、必ず奪い合いになってくる。これについてはもうちょっと後でお話します。そして自分に必要以上は他と分かち合う慈悲というのが重要だっていう考え方になってます。あれ急に慈悲って出てきちゃったなっていうことなんですが、その慈悲っていうのはここにあるように、慈、マイトリ、悲、カルナ、これ一つにしたもので、他に幸福を与え他の苦しみを取り除くという、この慈と悲を一つにして慈悲と言います。で、この慈悲といった時は、実は慈と悲だけじゃなくて喜と舎も全部含んだシム良心と同じ意味で慈悲という場合があります。だから仏教ではシム良心というちょっと難しい言葉よりも、この慈悲っていう言葉、この方がよく使われることはあります。これはちょっと仏教の言葉の表現として、そういうことですね。で、ただ単純に慈悲っていうだけじゃなくて、大をつけて大慈悲というふうに言って、シム良心と同じニュアンスを持たせる場合もあります。ちょっとこれは付け加えですね。ともかく健やかに生きるに必要以上は求めない。そして必要以上は他と分かち合うといった知足と慈悲、樽を知って分かち合う、樽を知って分かち合う、苦楽を分かち合うといったようなのが、仏教の生き方ですね。で、その背景には無我の教えっていうのがあって、自分自分のものに過剰にとらわれない、自分自分のものに過剰にとらわれないといった、イメージ、これがあるわけです。一方、一般的な幸福感というのは、今お話したのとは違って、自分が今よりもっと他人よりもっと得ること、これで幸福になるっていう錯覚、これがあるんだとブッダは説きます。
それには自と他の区別、自分自分のものに対する執着があると。ただそれをよく分析すると、得る喜びですね、自分が今よりもっと他人よりもっとと得る、その得る喜びなし勝つ喜びの裏には、得られない苦しみ、失う苦しみ、奪い合う苦しみがあります。だからこの得る喜びっていうのは、それを経験すると必ずそれにまとわりついて、得られない失う奪い合う苦しみがついてくるから、楽の裏に苦があります、楽の裏に苦があります。よって喜びを得たら必ずその結果として苦しみも一緒についてくるから、不安定になります。幸福だったり不幸だったり波がある人生になります。そして自他の対立がありますから、心の広がり、これを妨げる結果になりますと、ね。まあ、だから不安定で広がりのない心、これが普通の状態で、でブッダの教えに基づく実践によって落ち着いた大きな心を得る、その方が真に幸福になる道なのだということになります。これはなかなか難しいことですが、我々はあまりに自分自分のものにとらわれて、それを得ることで幸福になるという価値観に染まっています。しかし落ち着いた大きな心こそ本当の幸福なんだということをブッダは説き、それを理解できるのが知恵、理解できなくて奪い合うの、これが無知というふうに説いています。なかなか難しいわけですが、しかしまあここには非常に重要な根本的なポイントが、根本的な幸福感というのがあって、人はやっぱり幸福になりたいわけですね。でその幸福を求める上で、ブッダの幸福の求め方と悪魔の幸福の求め方は2つあるんです。悪魔は基本的に今よりもっと他人よりももっとと求めていって、究極的には世界の全てを自分のものにしたいっていう独占欲、これに至っていくと。でどんな人にも心の中に悪魔がいて、それは要するに得ても得てもこう満足できない、もっともっと怒鳴ってしまうということですね。でその究極は全部を自分のものにしたいということです。でもその結果は何かっていうと、決してそれができないっていうことですね。みんなが、その多くの人が今よりもっと自分、他人よりももっとって思ってますから、必ず奪い合いになって、全ての戦いに勝利して、で永久に生きて世界を支配できる人っていないんです。必ず老い、闇、死ぬ、老いの神、病の神、そして死神、これには負けますし、そういった意味じゃ若い人には年を取っていけば徐々に負けますし、そして若いうちから勝てない人もいます。まあそんなことで、どういう結果になっていくかっていうと、要するに、こう全てを得ようと思ったけども、それに失敗して、まあ、果ててしまうということです。まあもう少し一般の人に合わせて言うと、求めても得られない苦しみ、得たものさえ失う苦しみ、奪い合う苦しみなど、これを経験して喜んだり苦しんだりする中で、だん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 年を取って老い、闇、死んでいくと、自分のものとして得たものは全て失われてしまう。そして仏教、これが仮定する輪廻転生、生まれ変わりでは、死後の世界にそれまで得たもの全てを失ったショックと、それを取り戻したいという強い渇愛、渇き、この状態で入っていくわけです。自分は全部失ってしまった、取り戻したいっていう、すごく強いショックと強い欲求ですね。その非常にこう乱れた心、錯乱した心では、まあ日本的に言うと三途の川、チベット仏教的に言うと49日間のバルドーで、心が非常に不安定なので、間違った判断をして悪い世界を良い世界と混同して、その世界に生まれ変わってしまうなどと説かれています。まあ皆さんもすごく大切なものを失った後の錯乱状態、これをこう経験したことがあるかないか分かりませんが、それを仮定してその時に重要な判断をしなきゃいけないとなると、その時は重要な判断しちゃいけないんですよね。でも死後の世界ですね、いろんなこう光景が見えてきて、それを光景って皆さんが生まれ変わる先の世界なんですが、正確な落ち着いた判断ができない状態で選択すると、あったかいなと思った世界が灼熱地獄だったり、それから涼しいなと思った世界が寒冷地獄だったりするっていうようなことが仏典には書かれているわけです。まあ輪廻転生、死後の世界、生まれ変わりなど信じるか信じないかは別にして、まずまとめると、第一に、他人よりももっと今よりもっとと生きる生き方は、求めても得られない、得たものを失う、奪い合うという苦しみが人生全体にあって、第二に
人生後半になると前半よりも不利になる。つまり奪い勝つよりも奪い負ける、失う、そういった苦しみのが多くなって、だん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 そのこう喜びが減って最後全て失ってしまう。つまりこれは尻すぼみなんだ。第三にこれは信じる信じないの問題がありますが、死後の世界があるとしたら非常に危険な状態、危険な精神状態で死後の世界に行くことになる。3つにまとめました。1つ目、その今よりもっと他人よりももっとと果てしなく求める生き方は、1つ目、得られない苦しみ、失う苦しみ、奪い合いの苦しみがあってですね、喜びのあるいろんな苦しみがあって不安定だと。2つ目に尻すぼみだと。尻すぼみ、人生後半になればなるほど追いやみしの中で自分のものとして得たものを全部失っていく、奪い合いには負けることが多くなって最後全部失ってしまう。老いの神、病の神、死神に勝てる人はいないっていうことですね。そして3つ目がその死後の世界での不安定、こういった欠点がある。だから得て、何かを得て奪い勝って喜ぶ一瞬、これはいいが、その後はさまざまな苦しみ、これが生じてしまうっていう考え方ですね。そういった生き方に比べると、その落ち着いた大きな心っていうのはそういった問題がないってことです。そう、落ち着いた大きな心っていうのは、先ほど言ったように自分が健やかに生きるに必要以上のものは他を知ってむさぼらず、それ以上のものは他と分かち合うということをやります。それがためにですね、求めても得られない苦しみ、失う苦しみ、奪い合いの苦しみ、これが非常に少ないわけです。欲求が少ない場合分だけ求めて得られないっていう苦しみがなく、そして欲求が少ない分だけ得たものを失う苦しみなく、で奪い合いの苦しみっていうのもさっき言ったように分かち合うってところがありますから、それだけ非常に少ない、心が安定しているっていうことですね。そしてこの落ち着いた大きな心による幸福っていうのは、これは要するに他と競争して奪い勝つ能力と違って、その年を取れば取るほどだん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 大きくなるってわけです。まあ簡単に言うと、体とか知的能力はやっぱりその老後落ちていって、他人と競って勝つ能力っていうのは減っていくわけです。で最終的にはその全ての名誉や財産、これは死んで失われるわけですが、それに比べて落ち着いた大きな心っていうのは、その年を取ってもその修行を積み重ねれば重ねるほど大きくなる。つまり尻上がりの幸福で、頂点がその人生後半、尻上がりの幸福になるんだと。そして体を失って財産や名誉を失っても心は残りますから、死後の世界でも落ち着いた大きな心、これは残り、その落ち着いた心で正しい判断をするから来世がいいんだってことになります。まあつまり人生の前半よりも後半、そして死後の世界があれば、その死後の世界、その後になればなるほど幸福が大きいのが仏教的な生き方、落ち着いた大きな心の生き方で、最初はいいかもしれないけど、だん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 悪くなって最後は全部失って、死後の世界は恐怖っていうのが、その今よりもっと他人よりももっとと他と幸福を奪い合っていく不安定で尻すぼみで、最後は破滅の生き方ということなんですね。こうしてこの普通の生き方と仏教的な生き方、この違いを明瞭に哲学的に分析して、落ち着いて分析して、で正しい選択をしましょう。しかし人間にはこれがよく理解できない、目先の楽、これを取ってしまうっていう傾向があって、それをブッダは無知と言っています。この無知っていうのは、今言ったように目先の楽、こればかり見えてその後の苦しみが見えない、仏教的な生き方とそうでない生き方の区別が明確につかない、最初良ければ全ていいみたいな感じで人生の苦しみがだんだん後になって増えていって最後破滅するっていうことがあまりよくわからない、そういった状態です。一言で言えば、今の自分さえ良ければいい、そういった意識は、これは無知ってことね。それを超えて今だけじゃなくて人生全体、長期的に幸福になるためにはどうしたらいいか考えると、自分と他人の幸福を共に考えていくと初めてそういうことができる。それが落ち着いた大きな心ってことです。今の自分さえ良ければいいというのが無知、それに対してそれを超えた知恵っていうのは、真の幸福は長期的に他と共に得るべきものであって、その具体的な手段は落ち着いた大きな心を培うこと、思慮良心を培うことだと気づいているってことです。こうして無知を超えた知恵というのは必ず思慮良心と結びつくと言われて、ブッダの視点では
物事をありのままに見える賢い人は必ず死無良心、これが真の幸福の道だと分かる。まだそれが分かっていないっていうんだったら、それは本当の知恵はないってことです。なおこの知恵というのはですね、皆さんが学校とか社会で教育される知識とか知能とはちょっと違っています。まあ、知性っていうもので全部一括りにすると、知性には3つのタイプがあって、知識、これは物知りの人ですね。一番の物知りはコンピューターですから。2つ目、知能ですね。この知能っていうのは知識を使って、まあ、例えばその競争に勝つとかそういうのがうまい、これが知能ですね。これ IQ とか、まあ、知能指数って言いますよね。でこの知恵っていうのはですね、人はどうしたら幸福になるか不幸になるかを人生全体、長期的な視点、総合的な視点で見ることができる、こう精神的な特性で、例えば学校の成績がいいからって知恵があるかっていうと必ずしもなくて、で学校の成績が悪いからって言って知恵を使えないかっていうと実はそうでもなくて、実直に真面目に知恵や慈悲を培おうっていう人は結構うまくできるんですが、知識や知能が生実感あるがために慢心が強かったりするとですね、逆にそれによって知恵や慈悲、これが妨げられてしまうっていうことになります。同じように優れた人に対する嫉妬とか強くなると、先ほど言った他の幸福や善行を喜ぶムディタとかなかなかできず、それでプライドが高いと傷つけられるとすぐ起こりますので、さっき言ったウペクシャ、これがなかなか達成できなかったりなんかしてっていうことで、この知識と知能が中心の現代の知性の基準と、仏教のそうではなくて知恵を基準とした知性のまあ考え方はちょっと違いがあるのだってことは考えておいてください。まあ、これも先ほど言った負け組勝ち組っていうのは仏教の視点で見ると必ずしも存在せず、普通の意味での勝ち組、これは冷淡さや高慢、これがあり、要するに慈悲に乏しくなる可能性だと。で普通の意味での一般的な意味での負け組っていうのは落ち込まずに自己嫌悪に至らずに教え、ブッダの教えに基づいてそれを逆に活用すれば知恵や慈悲、思いやり、優しさ、これがこう持ちやすいっていう長所、これもあるんだということで、全ての良いところの裏には悪いこと、悪いことの裏には良いこと、苦楽表裏、優劣表裏といった考え方、これがある。まあ、こうしていろんな物事はつながってるんだっていうのが仏教の考え方で、それを突き詰めると万物一体の知恵などと言います。万物が相互依存、万物が一体だとですね、長所と短所、苦しみ喜び、全部こう裏表で相互依存、セットで存在してるっていう考え方です。さてちょっとまた外れてしまいましたが、まあともかくそういった形で仏教的な幸福感と、それから一般的な幸福感、今よりもっと、他人よりももっとと求めて得ることが幸福だっていうふうに考えるのと、落ち着いた大きな心、これが幸福の道だと考えるのと、2つの幸福感っていうのがあって、その前者、これは尻すぼみで破滅、後者、これは徐々に徐々に、そうスルメを噛むがごとくですね、味わいが出てきて、だんだん幸福が増えていく、死の際に幸福が絶頂になるというような考え方、これもある。でその落ち着いた大きな心、これを具体的に仏教の教義で表すと仏様の四無量心ということに。さて今ちょっとお話しましたが、この知恵と四無量心、この関係をここに書いておきました。知恵というのは今言ったように万物一体、万物相互依存という道理を理解することです。これは仏教ではですね、縁起の法と言われています。縁起の法ということですね。縁起っていうのはなんか縁起でもないとか縁起がいいとか言われてますが、縁起の縁は条件、起は起きるって書きますから、全ては条件によって生起する、無条件ではないということですね。それはどういうことかっていうと、この後の何事もですね、他の何かの条件を前提にしており、自分だけで無条件に生じていない、全部がつながって他と関わり合いながら存在してるっていう考え方です。よってそれ突き詰めると万物が一体、万物相互依存という考え方になります。で万物が一体だとですね、自分とつながっているものと自分がセットで存在していると、自分がつながっているものが変わると自分が変わる、自分が変わるとそれからそれとつながっている他者が変わるということで、万物に実体がないという考え方だと思います。つまり実体がないというのは万物が変化するということですね。
全てのものが他から独立してそのものだけで存在してるんだったらずっと固定的に存在しますが、全てのものがつながっていて、で何かが変わると他のものも変わっていく。この世界では万物が無常なんだとです。この宇宙も無常だし、そして地球もそうだし人間もそうで、老いや死ぬものなんだという考え方です。でさらにもう少し言うと、全ては心の表れなんだって考え方です。まあこの心の表れっていうのは結局自分たちの人生の幸福不幸っていうのは、そのどういう心の持ち方でいるかによってだいぶ違って見える。幸福不幸、そして外界がどのように見えるかっていうのも自分の心の持ち方によるんだって意味でも、その万物相互依存です。これは自分と自分が見てる世界、自分と他人、これも別じゃなくて、自分の心の持ち方と別の、自分の心の持ち方と関係のない良い人悪い人はいないっていう仏教の教義です。悪い人も自分の心が謙虚に反面教師と思えば感謝の対象になるし、良い人も自分の心が妬みに満ちているとその人が邪魔、邪魔って悪魔の魔を書くじゃないですか。つまりブッダさんを邪魔にしたブッダの、なんていうか、ブッダを妬んだ人、経典の中にいるんですね。ブッダのいとこでそのデーバだったっていう人物がブッダのいとこなんですね。だから彼が考えたことは、仏教教団は俺に継承させてくれと、相続させてくれってことだったんです。ブッダにはラーフラっていう子供がいるんですけどね、そのラーフラっていうのはあんまり欲のなかった人で十大弟子の一人と言われて、そのまあデーバだったは、まあ意欲的だったんでしょうね、積極的だったけどやっぱりむさぼり、独占欲、そういったものがこうあったと。ブッダよりも優れた、私がブッダの後継者として相続をするっていう主張をして、ブッダよりも私は教団をよくできるっつってみんなに訴えて教団分裂に至ったっていう、まあそういった経緯があったりなんかします。でまあそういった人にとってはゴータマシッダッタ、釈迦牟尼如来という聖人も自分にとって邪魔に見えてきちゃったんですね。でブッダは堕落した、ゴータマは堕落したとしきりに主張します。まあ、なぜかっていうと、そのブッダはあの要するに、戒律に甘いと、在家の人の供養を受けてその中には肉も含まれたと、自分はそういうことはしないと、ブッダより厳しい戒律でより良い仏教教団を作るっていう主張をする。でその背景にブッダに対する妬み、これがあったんです。そして人々に対する愛ではなくて極端な教えの押し付けですね。そういった厳しい修行っていうのは、それは一面でいいところがあるが、しかしあまり極端になると苦行になりすぎてしまって本当の悟りに至るものではないっていうのがブッダの悟りなんで、デーバダッタに対してブッダは極端はいけないと諌めますが、しかしそれによってブッダに対する妬み、怒り、憎しみ、これをやむことなく最後はブッダを殺害しようとして、その勢い余って自分が死んでしまった、そういったようなまあ話がある。まあ、こうしてその妬みが強ければブッダという聖者でさえ悪魔に見えるということです。でその逆に言うと、その非常に悪い人でも非常の自分が謙虚であれば、謙虚であればその人を自分の反面教師として学びの対象にすることもできるかもしれません。仏が悪魔に見える妬み、悪魔さえも神に見える謙虚さということで、全ては心の表れ、自分の心と自分が見てる世界、これは別のものじゃなくて相互依存であるっていう仏教の、まあ、非常にこう重要な教えです。心の表れってですね、自分と自分が見てる世界、これもつながってて万物一体相互依存という教えなんです。ちょっと話がずれてしまいましたね。まあ、とにかくこの知恵の話をするとですね、非常に面白い話がたくさんあるね。だからちょっとずれてしまいましたが、とにかくこの知恵、これを土台にして心無量心が出てきます。万物が一体だからこそですね、要するに良いもの悪いものとか好き嫌いとかいうのを区別しない平静で大きな心、これが出てくるわけです。でこの平静で大きな心っていうのは当然さっき言った無知、むさぼり、怒り、妬み、冷淡さっていうのを和らげて結局知恵を増大させていきます。よって知恵、これが深まると心無量心が強くなりますが、心無量心が深まるとぐるっと向か回って知恵も深くなる、こういう感じになります。もう少し分かりやすくいくと、物事をありのままに見る瞑想をするとですね、結果として知恵が増大して心無量心増大するんですが、心無量心の実践、
他に対する落ち着いた大きな心を持つ、こういった日常生活を送っていると結果として知恵も増大してくるっていうことですね。正しい考えを持つと正しい心が生じるが、正しい心で正しい実践をしていると正しい考えも生じるんだっていう、頭と心と体の連動性といいますか、まあ、これが知恵と心無量心といった非常に重要な教義。まあ、仏教で知恵と慈悲ということが結構あります。二語熟語で分かりやすいのに知恵と慈悲、正確に言うと知恵と心無量心、これはブッダの二大特性と言われています。ここで何を強調したかというと、そのキリスト教なんかでも全ての人を愛する万人への愛として博愛というのがありますね。アガペって神の愛、そういった点では全く同じなんです。ただ仏教はですね、このアガペをですね、自分が培おうとしています。神の博愛、イエスの博愛をその信者も培いましょうっていうのが仏教で、仏教でいうブッダ菩薩っていうそのまあ崇敬の対象に自分が近づいていこうっていうのが仏教の修行のエッセンスなんで、じゃあその博愛、心無量心っていうのはどうやって得られますかっていうのがポイントです。でどうやって得られるかってなると、この知恵を磨いていくと心無量心が得られますっていうことで、この知恵っていうものが出てくる。まあ、こうして博愛、心無量心を支える知恵っていう考え方を持っているのが仏教の特徴で、よって心無量心、博愛を持て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 っていうふうに命じられるだけじゃなくて、どうやって培えるか、ないしは何が博愛、万物への愛を妨げてるかっていう教義があって、それが知恵がないことによって心無量心、博愛が妨げられている、無知によって心無量心が妨げられている、だからその無知を和らげていって知恵を培うと心無量心、これが培えますよっていう、そういった構造になってるっていうことです。まあ世の中をありのままで見る修行と世の中万物を愛する、そういった修行、これをセットにして行うのが仏教の特徴です。で今ちょっと先走ってしまったんですが、この知恵と心無量心の対極が無知とむさぼり怒り、無知とむさぼり怒りと言われています。無知というのは知恵がない状態で、万物がいろいろバラバラに見えてしまっているわけです。自分と自分が感じている他人外界、これが別のものだという意識です。そんなの当たり前じゃないかって言われますが、ブッダから見るとだからほとんどの人は無知なのだっていうんですね。自分の見ている他人というのは自分の心の持ち方でその印象が変わってくるってことが理解できない、自他の区別、主体と客体の区別が強すぎる、そういった無知の状態にあるとむさぼり怒りが生じてしまいますということです。ただ怒りっていうのは要するにそのこう悪いことをしていると、単純にそのこう自分の反面教師として謙虚に見ることはできず、どんな人でもやっぱり自分にプライドっていうのがあって、自分は頼る優れていたいって思う気持ちがあるから、そういったことを背景にしてこいつはダメだ悪いやつだって、まあ、見下してしまう。で時々そうではなくて激しい怒り、これが生じると。例えば物を盗む人にとってこんな悪いことをやって、でそれをずっとよく分析していくと自分もやっぱりお金にとらわれていて、この人はお金にとらわれてかわいそうだな、盗みまでしてっていう、そういった慈悲が生じるんじゃなくて、心の中に怒りの背景にずるいっていう気持ちがあったりしてね、私は真面目にお金を稼いで、で苦労してるのにこの人は真面目にやらずに他のお金を盗むなんてずるい、処罰されるべきであって、そういったずるいっていうのが怒りなんか怒りに含まれてます。でもそういう人っていうのはその自分が怒ってる対象とお金にとらわれてるって点では共通点があるので、悪魔のささやきが聞こえてきて、例えば同僚とか上司から、うん、会社のためにやってくれないか、手を汚してくれないか、そうすると昇進できるぞ、みんなやってるよって言われると、コロッと同じことをやって発覚したら逆に批判される立場になる場合もあるんですよね。まあそんな感じでですね、要するに他人を謙虚な目で見ると悪い人も自分の反面教師に見えますが、自分がなかなか気づかない慢心、見下し、それから妬み、つまりずるいっていう感情、これを背景にしてみると怒りの対象に簡単になってしまうということがあるんですよね。まあそういった形で自分と他人がつながってるっていうふうに見えると怒りっていうのは静まってきて、ああこれは自分にとっての一つのその鏡だなという気持ちになる、そういった鏡だなって気持ちになると、この平静な心、これが出てくるっていうことです。まあ、自分を見てですね、こう
人はみんな自分のことを愛してますからね、だから自分の鏡だと見えた場合にはその反面教師として受け止めていくことができる。であとはむさぼりですね。このむさぼりっていうのも同じで、まあ、先ほど言いましたけど、この無知の心の働きっていうのは万物相互依存が分かってない、特に喜びの裏に苦しみがあるという、喜びと苦しみの相互依存が分かってないんですね。だから自分のもの、財や名誉っていうのをその得られれば得られるほどいいっていうむさぼりの心があります。そうじゃなくて、そういったものの裏には苦しみがあるから樽を知らなきゃいけないと思えば、このむさぼりっていうのは起こるんですね。まあ、こうして無知で万物相互依存が分からない、知恵がない状態だと、自分の反面教師であって貴重な存在に対して妬みないしは見下しから怒りが生じたり、同じように万物相互依存の知恵がないと喜びの裏に苦しみってがあるか分かんないので、何か本当は苦しみであるものを、それを喜びだと錯覚して果てしなく求めているうちに、先ほど言ったようにいろんな苦しみが裏側からついてきちゃうということが起こる。もし無知がなくて知恵があれば、むさぼりや怒りがない落ち着いた大きな心、これになっていきますという、まあ、まとめると、知恵があると万物への愛、落ち着いた大きな心が生じますが、無知だとむさぼり怒りっていう非常に大きな心の波、これが生じてきますということですね。まあ、これがあの仏教の教義のまあ基本的なところだということになる。まあ、ともかくポイントは、その自分のもの、これを際限なく求めていく、死ぬまでいくのか、それとも人生ある時点でそうじゃない、真の幸福は落ち着いた大きな心を培うことなんだっていうふうに転換するか、これは非常に重要なんです。で、多くの人はですね、死ぬまで自分のもの、これを求めて生きちゃうんですね。で、結果としてその得られない苦しみ、失う苦しみ、失う不安、そして奪い合う苦しみ、これを経験しながら老いやめ死にますから、最後は全て失っていくっていう、そういった苦しみ、不安というか不安が現実になるんですが、それに突入していきます。で、死後の世界、これを前提にすると、もしあるとすればですね、それは全て失ったショックと取り戻したい渇きで非常に不安定な状態で入っていくっていうことになるわけです。で、そういったことをしっかりと理解して、どっかで転機を作って、これ以上空回り、これ以上こう破滅の人生を歩むんじゃなくて、どっかで大人になって、っていうかな、そういった自分のものを果てしなく求めること、これを卒業して、そうではなくて落ち着いた大きな心を求めることが本当の幸福の道なんだっていうふうに気づくかどうかってことですね。自分のものが欲しいっていうんじゃなくて、大きな心、落ち着いた大きな心こそが豊富なんだって気づくか。落ち着いた大きな心も皆さんイメージできると思うんですが、そういう心、広い心になったら気持ちいいわけです。幸福です。ただそれは他人から奪い勝った時の歓喜ですから、俺は勝ったっていう歓喜に比べると、一瞬瞬間的には勝ったって時の歓喜の方が大きいんですよね。その歓喜がですね、麻薬の中毒のようになって、あの歓喜が欲しいと思うと果てしなくこう奪い合いに入っていって、その結果、麻薬の結果はあれ人格破綻ですよね。そんな感じで苦しみの方が大きくなってきてしまうということです。一時の歓喜、これに中毒にならずに惑わされずに、長期的な総合的な幸福を考えると、落ち着いた大きな心、これを取るべきだっていうところが分かるかどうかってことなんです。まあ、とにかく落ち着いた大きな心、これも幸福であって、その幸福こそが真の幸福ってことで、人生を転換できるかどうかってことが、その破滅の回避というふうに仏教が説くものであるということです。方向性が違うんですね。自分のものを得たい、やったって感じじゃなくて、落ち着いた大きな心を得るってことです。これ生理的にも感じる幸福のタイプが違うってことです。でも仏教で言えば、前者はこれは偽りの幸福で、本当は苦しみが裏に隠れてるのに、それが見えず毒まんじゅうを食らうようなもの、麻薬、これを食らうもんであると。一方、落ち着いた大きな心っていうものが本当の幸福で、本当の薬で、本当の果実であるっていう考え方ですね。ただ今まで自分のもの、これにこだわってる人は、それをやめた大きな心を培う過程で、ようやく口に逃がしといって、最初悪習慣をこう超えるための葛藤があるってことはあるんですよね。でもそれは麻薬から抜ける、
麻薬の禁断症状から抜ける、そういった苦しみであって、その苦しみは必ずその裏側に奥に、長期的には幸福があると。一方その煩悩的な喜び、それは先ほど言ったように勝利の裏側に敗北の苦しみと追い闇心で全てを失う苦しみがあって、その最初の喜びには麻薬のように後から破滅、これが隠れているということですね。目先の楽、これを求めて、裏側の苦しみ、行きはよいよい帰りは怖いということを介して、最初は苦労があるが、それは麻薬中毒から その離脱ですね、禁断症状を超えるということで、苦労は若いうちは勝手でもしろ、急がば回れ、すいたことを損じるという考え方で、真の幸福、落ち着いた大きな心の幸福、これを求め定着し、そしてそれを増していけるかっていうのが、その転換できるかどうかっていうポイントだということになるんです。で、この落ち着いた大きな心っていうのは実はですね、単純にこういうだけではない、いろんな幸福、これを含んでいます。まず落ち着いた大きな心、これ自体が精神的な幸福になるわけで、これは生理的な幸福でもあるんですね。まあ要するに心身が安らぐってことです。ですからそれは健康長寿、これをもたらすことになります。まあ皆さんも要するに失う、得られない、奪い合うといったような苦しみ、ストレス、これがあるとストレスから体を悪くするということをご存知だと思いますが、そういったことがないので健康長寿、これが得られるということになります。その体にいい影響があるということです。そしてさらにですが、この大きな心、落ち着いた大きな心が進んでくると、体の中の気の流れ、これが良くなって、気の流れが良くなるから健康が増進するんですが、単にそれだけじゃなくて、その気の流れが良くなることによる、そのこう霊的な幸福、霊的な換気状態っていうことが出てきます。まあ、体の中の節々の痛みはですね、それは科学的に原因が分かる場合と分からない場合があります。分からない場合、それを治すには鍼灸、指圧、マッサージなどといわれる東洋医学、これになります。で、それはどういう理論かというと、体の中の気の流れが滞っていると人は痛み、そこに感じる。だからその気の流れを治すのが鍼灸、指圧ってもんなんですね。しかし落ち着いた大きな心の働きでいると、それと連動して気の流れが非常に良くなってくるわけです。そうすると体に痛みじゃなくて気持ちよさ、これが少しずつ増大していきます。つまり体が軽くなってですね、体が心地よいっていうことです。で、さらにこの気の流れが充実して、気の流れが良くなると身体が換気状態になってくるっていうことです。これは密教の苦行次第、ないしヨガのハタヨガ、クンダリニヨガっていう境地なんですが、そのエネルギーの流れによって内的至福感というか霊的至福感というのを感じます。これがブッダの身体と言われます。人の体の中にはそれが気の流れにおいて浄化されると、ブッダの身体、歓喜の身体が隠れているっていうことなんですね。まあここまで修行を進めるのはですね、ある程度時間はかかりますが、まあ、実際存在している人間の潜在的な幸福です。落ち着いた大きな心という精神的幸福と、それが身体にこう波及充実していった時の歓喜の身体、ブッダの身体と言われるのが、これがあると。また先ほど言ったように、落ち着いた大きな心は奪い合いを超えますから、良い人間関係が健康長寿とともに得られるということです。そして、まあ、健康長寿で長く生き、良い人間関係、これができるということは、要するにいろんな協力者、これが増えていくということですから、いろんな物事をこう達成する力ってこれ増大してくるわけですね。まあ、要するに成功した実業家などがいろんなご縁があって、自分の力だけではなくということがありますが、そういった形で良い人間関係、そして健康長寿、そして落ち着いた心っていうのは人生を成功に導く、まあ、人生の成功っていうのは人によって意味違うかもしれませんが、いろんな人の協力を得て何か重要なことをやるっていうことも一つの人生の成功だとすると、そのためのリソース、資源になると言われています。で、今ちょっとお話した落ち着いた大きな心ですが、これは適切な判断が節目節目でできるということです。落ち着いた大きな心、シム良心は知恵とセットだと言いました。知恵というのは物事をありのままに力ですから、要するに人生のいろんな選択においても正しい選択ができるということです。先ほど落ち着いてない不安定な心、それは死後の世界で判断を誤つと言いましたが、それは死後の前の生前でもですね、落ち着いてない不安定な心は間違った判断をします。
まあ例えば恐怖とか不安にとらわれてる、心はうまく判断できません。何か執着がある、何か強いむさぼりがある。そうするとこれを失いたくない、これも欲しい、欲しいんだけど得られないんじゃないか、これ、得てるものさえ失うんじゃないかって不安がいっぱいになります。で不安がいっぱいになるとですね、人間大抵間違ったことするんですね。被害妄想的になって何かやったら逆にそれがあだになるっていう企業の失敗ってよくあります。それがこの逆にですね、むさぼりにとらわれて調子がいいと慢心が出てきて、俺は何でもできるんだっていう感じになって、その後から考えるととんでもないことをやってしまうと、ね、波の上と波の下、舞い上がってる時と落ち込んでる時はこれ危ないんですね。企業とか集団においてもこの2つのポイントでよく間違います。日本のバブルの崩壊っていうのは舞い上がった時ですね。で今度落ち込んだ時にですね、 しばらくじっと辛抱してればいいのに、その落ち込み、これからもっと悲惨になるんじゃないか、破滅するんじゃないかって不安が襲ってくると、何かそのとんでもない後からその後悔するような一発逆転の危険な賭けに出て、それで失敗すると、そういったこと結構あるね。まあそういったことでですね、落ち着いた心っていうのは正しい選択判断ができます。これはまあ感情に左右されない合理的な判断、冷静な判断ができるってことです。また同時に落ち着いた大きな心は、いわゆるインスピレーション、ひらめき、これを与えてくれるっていうことが、合理的な判断とひらめきです。さらに落ち着いた大きな心は、これは同調する協力者を増やすことができる、まあ、先ほど良い人間関係を得られると言いましたが、そういった部分が、まあ、よく格言で言われる笑う角には福来たってやつですね。そういったこう欲望でガツガツしてその奪い合う姿勢の強い人ではなくて、その寛大な心の持ち主の周りには同じような人がこう集まって、笑う角には福来たるっていうのは、笑う角には笑う人が集まるっていう、類は友を呼ぶ、類は友を呼ぶっていう考え方もあります。その険しいむさぼりの心が強いと、類は友を呼んで同じような人と縁ができるが、その笑う角には福来たるっていうように、寛大で落ち着きのある人のもとには同じような人が集まって、そういった意味で笑う角には福来たるっていうのと、類は友を呼ぶっていうのは関係してるんじゃないかなって思うんですね。まあ、よく笑う角には福来たると同じような考え方として、下方は寝て待て、下方は寝て待てってことがね。寝て待てっていうのは正確に言うと瞑想して待てっていう意味だと自分は思ってるんですが、ガツガツしすぎてるとうまくいかないが、そのとらわれないでいくと結構いいもの、これが現れるっていうような意味合いだとは思います。まあ、こうして、まあ、人生の節目節目でですね、落ち着いた大きな心は合理的な判断ができる、感情に左右されない、ひらめき、インスピレーションが得られる、そして同調する協力者、これが得られるといったような、まあことがあって、問題解決ないし目的達成、これにプラスに働くんだということです。でそういったものを集中しているとですね、その人はいろんな困難があっても、何か自分は大きな力に導かれてるんじゃないか、何か大きな力に導かれてるんじゃないかって感覚を得ることが多い。これがまあ仏典とか聖典とか過去の修行者の逸話で出てくることです。まあ、神様がいるとかいないかってことに関しては科学的に証明もそれから否定もできないことなんで、控えの輪では詳しく探求したり、そのまあ断言したり否定したりはしないのですが、とにかく体験としてですね、そういった生き方をしている人はですね、その大きな力にこう導かれてるっていうような感覚、これを得ることが多い、そういった守護を受けてるっていう感覚、これを受けることが多いっていうことです。一方むさぼりの強い人はですね、望みが叶うってことはなかなかないですから、欲が強くって得ても得ても満足できないので、いつも不満、これがいっぱいですから、その不満がいっぱいの人がですね、神仏に自分は守られてるなんて考えませんね。感謝の多い人っていうのは大きな力、神仏っていうのをまあ感じやすいんですが、不満の多い人はこの世界はなんでこんなに苦しみが多いのか、神仏が作ったわけがない、なぜ神仏がいるならなぜこんなに不満が多いのかっていうふうになってしまうということです。まあこうして落ち着いた大きな心っていうのは、その人生を歩む上で合理的な判断、ひらめき、インスピレーション、そして協力者、さらには導き、守護、これを得ることができるといったような、まあ、メリット、これがあるのだっていうことです。先ほどお話しましたが、精神的な幸福に加えて歓喜の身体、これを得ることができるとともに、健康長寿、そして良い人間関係、そして人生の岐路において、その合理的な判断、ひらめき、協力者、導き、
といったものを得ることができる。そういうふうに考えると、その今よりもっと自分よりももっとむさぼり奪い勝とうとする、そういった生き方よりも落ち着いた大きな心、これを真の幸福の道だと考える方が正しいというのがブッダの見解ということになると思います。まあ、今日は仏教的な幸福とそれから一般的な幸福感というのを対比させながら、心無量心、落ち着いた大きな心、平静な広大無限の心、これについてをテーマにしてお送りしてきました。それではそろそろお時間になったようなので、第1部公開ネット生中継はこれにて終了させていただきます。長らくご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。